ほんまにもう皆さんの心意気とこの、ほんまもこのね、この前で喋ってくれた皆さんの言うことがほんまです。もう僕は言ってくれ、言いたいこと全部言ってくれたんで、あとは、せっかく今日は来ていただいてるんで、でも、今はもうまた話聞いて、僕らが言うてることはね、間違ってないのよ。間違ってみんな自信持ってやりましょうよ。それが次の世代に絶対つながるから、そうせんと、ほんまにやばいんです、皆さん。皆さんね、よう、日向ぼっこと言われ、まあまあ、ほんま、お花畑成人で言われますけど、みんなが今変わらんと、次の世代は変わんないです。ね、立ち上がらなあかんと、ほんまに。自分らの子供、身内を助けるためには、ほんまに勉強せなあかん。鵜呑みにしてね、今、教育の話もありますけど、何がしてるかやったら、情報ばっかりたくさん入れて、それを短時間で一つの答えかけたら、それが偉い人、それが、まあ、まあ、官僚になったりね、政治家になったりしてるけど、それはもう、それでなってるから、こんな日本になっとんねん。それから、もう一回考えて、皆さん、自分で考えなあかん。それで、鵜呑みにして動いてる日本人たちが今こうなって、次の世代にこのままつなげるかって、もう難しいって。そのためには何するかってね、今の政治家、まあ、今自民とかお金のこの、どうのこうの言ってるけど、利権とかどうのこうの言ってる。そんなことよりも、ほんまに、国を作る人、国の法律を決める人は、我々国民を見なあかん。見てないね、みんな、自分らのことしか。それに、ノーって言えるのはね、我々ですよ、我々。ほんでよ、選挙とかでね、清き一票、清き一票って言うけど、ほんまの清き一票って、なんとかにここにこう、ね、高速を作ってくれるとか、ここやりますとか、税金安します。そんなんちゃうやろ。皆さんが本当に心に感じて心で入れるのが清き一票ですよ。そのプラットフォームを作ってるのが参政党なんや、ね、で僕も参政党で今いろいろ問題があってどのこうの言われるけど、そんなことよりも、ね、みんなが同じ方向を見てる方向が大事なんです、ね、やり方はそれぞれある。賛成とも偉い人もいろいろおるから、いろいろ揉めてるかもわからんけど、そんなこと問題ちゃうねん。今進まなあかんのよ、僕らは。さあ、そのための皆さんの一票なんです。もうそのために、もう、まあ、東京来ました。ありがとう。いやいや、でもね、もう今日のメンバーの挨拶聞いて、やっぱすごいわ。僕ね、はっきり、ごめんなさいね、はっきり言ってね、東京の人はなかなか物を言わんし、大阪から変えていかなかんってずっと言ってたんですけど、いや大丈夫や大丈夫、ねえ、絶対変わる、お前変わるで、ほんまにねえ、ほんまに変わりますよ、絶対変わる年や、ここはもうほんまにもう素晴らしい。だからもうちょっと今日考えやめた、関西からと思ったけど、やっぱり全国で変われるよ、絶対こんだけの人がいたら。ねえ、だから皆さんの思いを行動に移しましょう。ね、思いだけでは絶対変わらないから、行動に移すということは何するか言ったら、彼も言ってましたけど、結局清き一票を皆さんが入れなあかんねん、立たなあかん、政治は立たんと動かないです。ええことばっかり言うて、周りの中でもええこと言うて、あの人ええこと言うな、今日泉州なんか関西の吉本がいろいろ言うてな、これだけではあかん、皆さん動いてください、必ず。ね、そのためにはまあ関西人のノリやけど、話すことが大事です。やっぱり話さんとあかん、話すことをどん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 させにやおうにしてんのが今の人たちですよ、ね、日本人は農耕民族ね、もともとご飯をいっぱい食うて元気に育っとったやん、ね、昔のお母さん見て、ね、米だから3つぐらい平気で取っとったやんね、よう写真載ってるやろ、ね、てか日本人は基本的には絶対に日本人の農耕民族で米を食べてたら病気にならないし、癌もならないし、それを作っていかなあかんの、今国はどうや、逆やっとるの、逆を。ありがとう、お父さん、もうお父さんみたいな拍手してくれて嬉しいわ。いや、ほんまにね、もう一回僕たち立ち上がりましょうよ、立ち止まってもう一回見て、本当に日本人が今何をすべきか。ほんでね、こういう世の中になったらもうはっきり言うけど、僕らのせいは大きいよ。GHQ が教育変えて、教育も変えなあかんけど、結局それに染まってもうだよ、僕らは。
で僕らが動かへんかったからこうなってね、子供に今日もね子供来てくれてるけど、こんな塔なんかないと思うけど、この子らに素晴らしい日本をちゃんと育てて回していける、次に続けていけるのはほんまに我々がしかないんです。我々が動かんと絶対あかん、それは責任やで、ほんまに。ほんでここに我々はこんだけ今なんだ、まあまあほらまた正義ねって言われるけど、結局こんだけ幸せやからみんな引っかへんと思うけど、その幸せは作ってくれたのは実は先人ですよ、先人。だから感じることが一番大事。うちも子供二人出ますね、一人が鹿児島行ったんで、その時に次男に連れて行きました。下の子男の子ね、その頃中1か、僕もうるさいからご飯の子言うても、ところがチラン行って何も言わずにチランで一日そのお母さんの話聞いて、同じ年よりちょっと上のコーラのとか呼んでね、命かけて行ってるんですよね。それを別にそれを何にも僕は言うないと、ただそれから次の日から自分がそのなんで書いたらね、感じたんです彼は。せやから感じてるメンバーがここにいるということが一番大事で、感じたことが一番大事なんです。その感じたことを行動に皆さん移しましょう。さあ、お前ここ素晴らしいよ。もうほんまびっくりした。みんな頑張ろう頑張ろう。絶対勉強してる人もおればお母さんもおるし、やっぱりね、心の中で思ってることをここで言えるっていうのはほんまに幸せやし、こうして集まってくれるのほんまに幸せやし、皆さんがやはりね、心の中で考える、ほんで考えて動くことまでをしていただきたい。そのために今日来てます。で、あともう一個は、さっきも言いましたけど、みんなの一生懸命真面目に働いてる日本人で、ね、今の若い子は言うんだ。いや、もう今の若い子も必死で働いてますよ。ほんで、30年間ね、成長なかった、全然給料上がってない。これも実は言い出したのは神谷君ですよ。最近でしょ、聞いたん。止まってる30年間で。これ言い出したのは実は神谷君。神谷君が言うたからよそが言い出して、ちょっと大手の企業の給料上がったりしてんねんけど、一人が言い出したら、正しいことを言うと、それを数を増やしていったら、必ず変わりますから。で、参政党の最近の素晴らしい、僕も感動したんやけど、青森県でね、青森県の湾岸沿いにずっと風力のやつを作るって、勝手にどんどん作ってた。そこに、木村君って言うて、参政党の一人が通って、彼が、その風力を作ることでどんだけメリットがあるけどもデメリットがありますよというのを議会で言い出したんです。それから市長も納得してその計画止まったんよね。ということは賛成党に皆さんね、いろいろ言われてるよ、いやちゃんとした実例があんねんで、これを皆さんに信じていただいて、もう本当に一人の意見が変わるから、やはりね、こういう塔を今ほんまに作ってくれたら僕は神谷に感謝してるし、ほんで、それに皆さんが党員で、今日のね、オレンジの着てる人、こうみんなね、もうボランティアやね。ボランティアでやってくれてるんですよ。みんなが今考えて、もう一回立ち止まって、自分の意思で清き一票を入れる、そのいい機会に来てますから、皆さん一緒に頑張りましょう。ほんで、今日はもう関西から、僕もね、吉本言いながらもう、はっきり言って吉本もう辞めるつもりです。なんで書いたらね、もう嘘ばっかりやもん。いや、国のことはやっぱり企業としてはね、それはやっぱり、まあまあいろいろできた方がええかもわからんけど、基本的には僕らは日本国民なんです。ね、先ほどの方も言ってましたけど、日本国を好きと言えないような国にされてるんです。私たちは日本をもう一回愛せなかった。ほんまに僕は心の中から思ってる。日本人だけで、大東亜戦争でももうね、歴史の中でも日本が悪い、日本があの時に頑張って最後負けましたけど、そのおかげで独立した東南アジアの国はいっぱいあるんやから、この歴史をね、若い子に教えへんねん、おかしいやろ、おかしいねえ。これを皆さんちゃんとやったら、いや俺は日本人でよかったと、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん頑張ってくれたからって思える国をもう一回取り戻しましょうよ。皆さん30代までで一番の原因はですよ、こんな国よそでうちの国日本って言えへんと分かる、若い子が彼らの気持ち、彼らの考えてることを僕らに分からへんか分からへんけど、分からへんじゃない、
社会がそうしてるんです。分からへんからではないんです。僕らの責任なんです。だから僕らが日本を変えないと、このまままたどん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 みんな若い子が自殺、人がどん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 寝るでしょ。こんだけ命かけて作って素晴らしい国にしてくれた先輩ね、お父さんお母さんに感謝せなあかんって、もう一回。ほんで感謝することをしないと人のためにはできないし、だから今一番思うのは、皆さんにはね、さっきも言いましたけど行動してもらいますが、その前に毎日毎日感謝することをもう一回やりましょう。日本人は毎朝起きて、起きた時にね、ね、お日様上がって子供たちが元気でおはよう、これね、こんな幸せなことないのよ、ほんまに。これに感謝できるかできないかが大きな力になってきます。で、今思ってるのは、それを大きな力にして、みんなはそれが勇気に変わるから、それが行動に変われば、日本は必ず変わると思ってます。だから皆さんも、もう一度ね、感謝する気持ちを持ちましょう。ね。もう今日もそうやけど、まあ僕もほんまに皆さん来てること感謝やし、ほんまに今日の皆さんの話聞いて感謝してるしね。鈴木さんにも感謝やし、何のつながりで、ね、こうなるか分かりませんけど、皆さんが本当に今日来ていただいて話を聞いていただいていることには僕は感謝です。ほんで今日皆さんに伝えたことで、皆さんもちょっと心が動いてくれたら、それも感謝ですね。感謝する気持ちがあったら、まだまだ日本は絶対変わります。感謝する気持ちを持ちましょう。で、これが賛成党なの、ほんまに。僕もね、昨日ビアいろいろ会あってが3人ぐらい集まってね、その時に神谷代表とも会いましたね。ね、彼はやっぱり謝ることは謝るし、まあいろいろ言われてるけど、やっぱりね、8年前からさ、最初に言うけど8年前から全然変わってない、変わってないです。で、感謝の気持ちをちゃんと持っとるね。で、食事に関してもはっきり言うたら、経済のことをちゃんとやって、やりやすやりますよというか、票は入るんです。日本は絶対そうなってるから。ただ、それを言わんと、いや、教育ですと。参政党は教育ですと。ね、票に一番ならないんです。でもそれを、もう8年間、10年間、特に参政党になってから4年間、言い続けてるんですよ。ね、この言い続けるっていう一つの気持ちが一番大事。これをやっていったら、必ずどれが正しいか分かりますから。僕らのやってることは、思ってることは絶対間違ってない。これ自信持ちましょう、自信持って。ほんで、やりも、俺が言ったことも、僕が言ったこともせんと、いや、そんなんあかんあかん、そんなんできへんわ、できへんわ、言う人ばっかりやって。ただ、その時に、うちの新助さんの言葉が返ってきて、10人に言うたらね、でもね、3割の人分かってくれんの。ところがね、ここで皆さんが思っていること、感じていることを言わないとダメなんです。10人言うたら3人は分かりますし、その10人中3人が参政党というのを調べてもらったら、世の中はどんどん変わりますから。